初代ベッドフォード公、ウィリアム・ラッセルは、新京都革命から、王政復古期のイングランドの貴族、政治家。父は、第四代ベッドフォード博、フランシス・ラッセル。母は、チャンドスダンシジャイルズ・ブリッジスの娘キャサリン。名誉革命の将兵者の一人で、海軍教に任命されたオーフォード博、エドワード・ラッセルは、老いで向こにあたる。オックスフォード大学、 モードリンコレッジで教育を受けた後、1635年にスペインのマドリードへ留学、帰国後の1637年に父の反対を押し切り、サマセット博、ロバート・カート・フランセス夫妻の娘アンと結婚、持参金1万2000ポンドを獲得した。1640年にタビストックで会議員に選出されたが、チャールズ1世が議会を解散。 次の長期議会で再選出され1641年に亡くなった父の借位を継承して第5代ベッドフォード博となった。同時に上院議席も得られた。1642年の第一次イングランド内戦で議会派に属してエッジヒルの戦いで王答派と戦ったがチャールズ一世との和平を提唱して議会に拒絶され孤立して王答派に寝返り、今度は グロスター包囲戦と第一次、ニューベリーの戦いで、議会派と戦った。しかし、ここでも和平を主張したため、応答派にも警戒され同年に議会派へ戻ったが、1644年に上院議席を取り除かれ、政治から排除され、チャールズ一世処刑後に樹立された、イングランド共和国では失速していた。1660年、王政復古でチャールズ二世が、 イングランド王に即位すると上院議席を回復。翌1661年のチャールズ2世の体冠式では王爵を持つ役目を任された。1671年にプリマス知事に任じられ1672年の英乱戦争でソウル米の海戦に参戦、戦後マター勲章を受訓された。しかし宗教ではプロテスタントでも、 イングランド国教会ではなく長老派教会を支持する被告教都だったため、1675年に被告教都の秘密集会に参加した妻が逮捕されている。また、大位排除法案をめぐる対立では賛成派の保育党に組みしたため、1682年にチャールズ2世から自治都市タビストックの自治権を取り上げられた。さらに、翌1683年、 ライハウス陰謀事件で、ホイックトインの息子ウィリアムが首謀者として処刑され、同年に、ウォバーン・アビーの屋敷で引退生活を送った。1688年、名誉革命で、ジェームズ2世が追放され、翌1689年に即位した、ウィリアム3世、メアリー2世夫妻の戴冠式では再び王爵を運ぶ役目を果たし、ケンブリッジシャーとベッドフォードシャーの投函と、 スーミツイン議員に選ばれ、ライハウス陰謀事件で処刑された、ウィリアムの名誉も回復された。そして1694年には、ベッドフォード公爵とタビストック公爵に助爵され、1695年に、孫のライオセスリーが、ホーランド男爵に助爵され、一躍イングランドの名門貴族にのし上がった。老いのエドワードも、ウィリアム三世用立の功績と1692年の、 バルフルール・ミサキとラオーグの海戦で勝利したことで、海軍協に任命、オーフォード博に助釈された。1700年に87歳の高齢で死去、ライオセスリーが、ベッドフォード行為を継承した。アントの間に11人の子を設けた。フランシス・ラッセル卿、父に先立って死去、ウィリアム・ラッセル卿、ライハウス陰謀事件で処刑。ライオセスリー・ラッセルの父、 ジョン溶接エドワードロバートアンジェームズジョージダイアナ、ビロビー男爵、グレビル・ベルニーと結婚、アリントン男爵、ウィリアム・アリントンと再婚、キャサリン溶接マーガレット重帝にあたる、オーホード博エドワード・ラッセルと結婚。ありがとうございます。